野党側は立憲民主党の枝野代表が政権交代した場合には年収1000万円以下の世帯の所得税を1年間免除する考えを示しましたコロナの対策として私たちは消費税の次元減税や年収1000万ぐらいまでの中間層まで所得税を1年間だけ免除しましょうでこれは一時的です枝野代表は格差を是正するため 超大企業で儲かっているところや株などで儲けている大金持ちに大分の負担をしていただくと述べて、大企業や富裕層への課税を強化する方針を打ち出しました。また、経済を良くするためには分厚い中間層を取り戻して、明日の不安を小さくすることが大事だと強調しました。